SYK と書いて、サイと言います。どうも、サイチャンネルのサイです。このチャンネルでは、映画の最新情報、復習、考察、これと感想を中心に扱っています。今回は MCU フェーズ4の映画、ブラックウィドウのとある発言に関して徹底考察していきます。また他にもマーベル関連動画を出していますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは早速いきましょう。さて、前回は劇中の小ネタと伏線回収について解説していきましたが、今回は劇中の通る発言に関して時系列と照らし合わせて徹底考察していきます。今回の動画はネタバレありなので、まだ今作を見ていない方は今すぐ画面を閉じることをお勧めします。今回考察する劇中の通る発言とは、レッドガーディアンことアレクセイの発言。アレクセイは劇中たびたびキャプテンアメリカのことを話しており、彼と戦ったことを自慢していました。しかしこの発言に関しては時系列的に矛盾が生じましたが、真偽に関しては劇中では明らかにされず、あやふやになりました。ここでキャプテンアメリカとレッドガーディアンのざっくりとした歴史を見比べてみましょう。青はキャプテンアメリカことスティーブ、赤はレッドガーディアンことアレクセイ。そして正規の時間軸のことを、ここではドラマロキから引用して新生時間軸と呼称することにします。まずスティーブは1943年に超人結成を打ち、キャプテンアメリカとなりましたが、1945年に氷漬けとなり眠りにつきました。一方レッドガーディアンはそこまで過去のことは描かれていませんでしたが、1993年から1995年の間、ナターシャらと共にオハイオ州で任務に当たっていました。このオハイオ期間で2人が戦えるはずはありません。その後スティーブは2011年に眠りから目覚め、アベンジャーズとなり数々の敵と対峙。しかしこの時はアレクセイが刑務所に入っているため、1995年から2015年の間に2人が対峙できるはずはありません。そして今作で描かれたブラックウィドウはシビルウォーの直後なので2016年。アレクセイはナターシャとエレーナの助けによりこの時に脱獄しましたが、ご存知の通りこの時スティーブは逃亡中なので2人は会っていません。ではアレクセイはいつスティーブと戦ったのか。まず一つ目は、スティーブがエンドゲームの戦い後インフィニティストーンを過去に戻しに行った際に戦った説。しかしよくよく考えるとこれは MCU のタイムトラベルの考え的に不可能です。アベンジャーズエンドゲームの時にハルクことブルースバナーが言っていましたが、 MCU の世界では過去に旅をすればそれが未来となり、現在は過去となります。つまりインフィニティストーンを集めてきたことで新生時間軸が変わらない代わりに多くの枝分かれが生じることになります。この枝分かれを修復すべく、エンドゲームラストでスティーブはストーンを元の場所に戻しに行くことになりました。しかしストーンを戻し終えたスティーブはそのまま2023年に戻ったわけではなく、別の人生を歩むことを決意。これに関しては脚本家と監督で意見が割れており、脚本家はスティーブは新生時間軸で密かに暮らしていたと語っており、監督は枝分かれした別の時間軸が作られ、そこでスティーブは過ごした後新生時間軸の2023年に戻ってきたと語っています。脚本家の説で考えると、スティーブはペギーとダンスをしていたため必然的に時間軸の枝分かれが生じてしまい、矛盾が生じます。一方監督の説は納得はいくものの、枝分かれした時間軸上でアレクセイと戦ったとしても、映画ブラックウィドウのアレクセイは新生時間軸で生きているため、枝分かれした時間軸でスティーブと戦ったことを知っているはずがありません。なのでインフィニティストーンを過去に戻しに行った際に戦ったという一つ目の説は矛盾が生じることになります。そして二つ目は、1943年から1945年の間に二人が対峙している説。これに関してはアレクセイがレッドガーディアンとなったのが1945年以前であれば可能です。しかし劇中では80年代に戦ったと述べており、これは時系列を見れば矛盾していることは一目瞭然です。そして3つ目の説に関しては、フェーズ4のドラマファルコン&ウィンターソルジャーのネタバレを含むため、それが嫌な方はここから画面を閉じることをお勧めします。3つ目はアレクセイが戦ったのはブラックキャプテンアメリカ説です。この説にはドラマファルコン&ウィンターソルジャーで初登場したブラックキャプテンアメリカことイザイア・ブラッドリーが関わってきます。イザイアはドラマ内でサムやバッキーの助言役として登場し、彼が辿ってきた壮絶な過去が明らかになりました。1951年、黒人のキャプテンアメリカとして彼は朝鮮半島で当時ヒドラに洗脳されていたバッキーと対峙。しかしその後政府はイザイアの体を調べるため彼を30年間檻に閉じ込め、1980年代に死を偽装して彼は解放されました。そしてドラマファルコンとウィンターソルジャーの時にサムとバッキーと対面しています。もしアレクセイが戦ったキャプテンアメリカがイザイアのことを指しているとすれば、80年代に戦うことは時系列的には可能です。しかしイザイアが解放されてからブラックキャプテンアメリカとして表舞台に立っているとは思いません。今作でレッドガーディアンを演じたデビッド・ハーバーは劇中での発言に関して 100% 正しいと言っているものの、彼は自分が嘘をついていることにも気づかないともインタビューで回答。つまり正しいとすれば、もしかするとまた別のキャプテンアメリカと戦ったかもしれませんし、
今回検証したように実際には戦ったことはないが、アレクセイの妄想により戦ったと思い込んでしまっている可能性があります。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想や考察もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。